ソードシールドでは登場することがなかったポケモンのうち、スリーパーやゴーゴートなどに関しては、最新作、スカーレット・バイオレットには無事に参戦し、対戦環境で再び使用可能となりました。ウルトラサンムーンより後に出た完全新作では、一つのソフトで全ポケモンが登場する作品がなく、ポケモンごとに、作品の出演数にばらつきがあるようになってますよね。そんな、ウルトラサンムーン以降に発売された作品の出演数に注目しまして、今回の動画では、未だに 3DS が主戦場、任天堂スイッチ作品に参戦していないポケモンをまとめました。というテーマについて検証していきます。2017年以降、派生作品を含めていくつかのポケモンに関するゲームソフトが発売されましたが、そのいずれにも未登場で、任天堂スイッチの画面内で動き回ることができず、未だに最新の登場作品が 3DS のウルトラサンムーンとなっている悲しきポケモンたちを集計、すべてご紹介していきます。それでは早速本編参りましょう。まずは、任天堂スイッチで発売されたポケットモンスターシリーズ、およびポケモンの派生作品について、おさらいしておきましょう。まずは2017年、ポッケンデラックス。3D と 2D の2つのフェーズで競い合う、本格的な対戦型格闘ゲームで、Wii U 版、アーケード版に要素を加えた、アペンド移植作品とでも言いましょうか。こちらが、ポケモン関連作品の中で一番最初に任天堂スイッチにて発売されたソフトとなります。参戦しているのは、御三家や世代を問わず人気の高いポケモンを中心とした23匹で、サポートポケモンとしても数十匹が参戦しています。参戦ポケモンは全体から見ればごく一握りではありますが、その分、激しく動き回るポケモンの姿が見られます。続いて2018年、ポケモンクエストと、ポケットモンスターレッツゴーピカチュウ、EV。ポケモンクエストは公式にわちゃわちゃ探検 RPG とジャンル付けされ、スマホでもプレイ可能なゲームとして、レッツゴーピカチュウ&EV は、初代赤緑版の物語を基調とした新たなリメイク作品として、それぞれ発売され、いずれも、全国図鑑ナンバー1から151までの初代ポケモンが登場する作品となっています。ただ、ピカブイに関してはメガ進化が可能であるため、スイッチでもメガ進化ポケモンの姿が見られますし、例外的に、初代ポケモン以外にメルタンとメルメタルも登場する作品でもありますね。ピカブイは、ポケットモンスターの名を冠する正当なシリーズ作品だけのくくりで見た場合、シリーズ初の、携帯機ではなく据え置き機で遊べるポケットモンスターでもありますね。続いて2019年、ポケットモンスターソード、シールド。ポケットモンスターシリーズの完全新作としては、最新世代機種で初めて発売されたポケモンで、ウルトラサンムーンまでの全ポケモンが登場するわけではない、という事実は、発売前から公表されていました。それでも、2つのダウンロードコンテンツなどによって参戦ポケモンはどんどん増えていき、最終的には全世代からかなり多くのポケモンがガラル環境で育成できた印象はありますね。そして2020年、ポケモンホーム、ポケモン不思議のダンジョン救助隊デラックス、さらに、ようこそポケモンカフェ、まぜまぜパズル。ポケモンホームは、各プラットフォームのポケモンたちを管理できるアプリでありつつ、図鑑としても、または対戦データベースとしても活用できる、スマホでも利用可能なソフトです。ほぼ全ポケモンの 3D 図鑑を確認できるため、全ポケモンがスイッチで動かせるといえばそうなんですが、あくまでアーカイブとして確認できるだけにとどまるので、今回の動画ではこのソフトは例外とさせていただきます。ポケダンデラックスは、ポケモン不思議のダンジョン赤の救助隊、青の救助隊のリメイク作品となるダンジョン RPG。参戦ポケモンは、ルビーサファイア世代までとダイヤモンドパール世代の一部のポケモンとなっています。参戦ポケモンにはメガ進化も解禁されているため、ほぼすべてのメガ進化ポケモンも使用可能です。ようこそポケモンカフェは、元となるパズルゲーム、ポケモンカフェミックスがリニューアルされた作品で、世代を問わず100種類ほどのポケモンが登場、現在も更新により新ポケモンが参戦しています。さらに2021年、ニューポケモンスナップ、ポケモンユナイト、そして、ポケットモンスター、ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパール。ニューポケモンスナップは、自然界のポケモンたちの写真を撮るカメラアクションゲームで、モスノーやヒバニーなど、ソードシールドを含む各世代から、230匹以上が登場します。ジラーチとかゼラオラとか、幻のポケモンも結構登場しています。ポケモンユナイトは、チーム戦略バトルと銘打たれた5対5で得点を競うゲームで、こちらも様々な世代から48匹以上が参戦、今後も登場ポケモンは増えていく見込みです。
ゼラオラとかドラパルトとか、人気の高いポケモンも多数参戦していますが、ドードリオやキュアワーなど、なかなか渋めの人選も話題になってるゲームですよね。そしてブリリアントダイヤモンドシャイニングパールは、ダイヤモンドパールのリメイク作品として発売、オメガルビーアルファサファイアまでのリメイク作品とは違い、発売時点の全ポケモンを連れ込めるわけではなく、ダイヤモンドパール世代までのポケモンが登場する作品でした。ブラックホワイト世代以降のポケモンは登場してないってことですね。そして直近の2022年、ポケモンレジェンズアルセウス、さらに現行の、ポケットモンスター、スカーレット・バイオレット。アルセウスは、アクション RPG として従来とは戦闘や捕獲のシステムに違いがあるのが特徴で、新ポケモンも含め、ブラックホワイト世代までを中心に240種類以上のポケモンが登場します。XY、サンムーン世代のポケモンも登場こそしますが、ニンフィア、ヌメラ、モクロウなど、他の世代に比べて数はかなり限られています。スカーレット・バイオレットは、ポケットモンスターシリーズの現行最新作で、まだ発売からの日が浅いのもあり、現在の登場ポケモン数は400強ですが、ダウンロードコンテンツや他作品との連携が解禁されれば、さらに増えていくことが見込まれています。特に、リングマやオドシシが進化の軌跡に対応しているのを見るに、ガチグマやアヤシシなど、翡翠地方のポケモンの参戦はほぼ確実視されてますよね。さて、ここまででスイッチで発売、配信されたソフトを紹介してきましたが、ここからは、戦術した作品群に登場していないポケモンたち、つまり、3DS に幽閉され続けているポケモンたちに関して、世代別にご紹介していきます。前提として、ダイヤモンドパール世代までのポケモンは全てがブリリアントダイヤモンドシャイニングパールで登場済みであり、ソードシールド世代以降のポケモンは言わずもがなスイッチで登場済みとなるため、今回の対象はその間の期間のポケモン、および例外たちとなっています。というわけで見ていきましょう。まずはブラックホワイト世代から。まずは御三家、ジャノビー、チャオブー、エンブオー、大剣機の4匹です。なんか進化前と最終進化系が入り混じってますね。スタージェはポッケンのサポートポケモンとして、ポカブとジェローダはポケモンスナップで、それぞれ登場しており、このように歯抜けになってしまっている感じですね。ポカブは確かポケモンカフェにも登場してたけど、いずれも成長の要素が薄めの作品なので、進化系統一式が全部登場しないこともある感じなんですね。ちょっと悲しみを背負っているのは大剣機で、進化前のミジュマル。フタチマルはアルセウスにて最初の手持ちとして登場していますが、アルセウスでの進化先は翡翠大剣機のみで、原種大剣機の入手手段はなく、未だに、スイッチでは戦う大剣機の姿を見られない状況となっています。翡翠大剣機の色違いなら、実質原種大剣機みたいなもんだから。さらにブラックホワイト世代から、ミルホック族、ゼブライカ族、母子守族、ヤナッキー族、バオッキー族、ヒヤッキー族の、合計13匹です。言われてみると確かに、最近の作品で全く見かけてないような。ミルホック、ゼブライカ、母子守に関しては、何の偶然か3匹それぞれが、アロエ、カミツレ、アーテの、一種地方の3人のジムリーダーの切り札でもあるため、何かの拍子に、それこそブラックホワイトリメイクが発売される時にでも、華々しく復帰していただきたいものですね。3円と呼ばれるヤナッキーたちも、テント、ポッド、コーンの相棒である、ヤナップ、バオップ、ヒヤップの進化系なわけだし、ここまでジムリーダーとの関わりが深いポケモンたちばかりだと、何か意図があるようにも見えてきますね。というわけで、ブラックホワイト世代からは全17匹のポケモンが、スイッチには未登場ということになりました。続いて、XY 世代。ブリガロン族とトリミアンの計4匹です。御三家ではブリガロンの系統だけですか？ポッコ、テールナー、マフォクシーはポケモンユナイトに参戦し、解禁当初は強ポケモンとして大暴れしていましたし、テールナーはポッケンではプレイアブルキャラとして、ポッコもサポートポケモンとして登場するなど、進化後のマフォクシーよりも活躍していると言っても過言ではないほどです。さらに、月光河は最強ポケモンとしてスカーレット・バイオレットのレイドイベントに華々しく参戦、進化前ともども、最新作で育成ができるようになっていますね。なんかブリガロンだけ異様に活躍機会少なくない？ただ、月光河が出た以上はマフォクシーもブリガロンもスカーレット・バイオレットへの参戦が極めて濃厚であると言われており、スイッチでも、今や専用技でも何でもないニードルガードで暴れ回るブリガロンが拝める時もそう遠くはなさそうです。なんかちょっと軽くいじってない？それはさておき、この世代で悲しみを背負っているのがトリミアン。V
プリガロンたちのスカーレット・バイオレット参戦がもし確定であるとすれば、残されるのはトリミアン1匹だけとなるわけですが、そもそもトリミアンは、ポケサロンでカットすることで10種類の見た目に変化するため、トリミアンのためにポケサロンの要素を実装しつつ、実質、10匹分のグラフィックが必要となるなど、めたい話をすれば、制作コストが他のポケモンの比ではないんですね。うん、確かに、いろんな見た目を持つポケモンといえば、同世代のビビオンも有名ですけど、現状、スカーレット・バイオレットのゲーム内ではファンシーな模様の姿1種類しか入手できないし、トリミアンが参戦するとしたら、どんな形になるか気になりますね。どんな形であれ、トリミアンともまた一緒に冒険できる日が早く来てほしいところですね。そして、サンムーン世代。この世代に関しては、すでに全ポケモンが何らかの形でスイッチに登場していますが、中でも、ソードシールドとスカーレット・バイオレットの、ポケットモンスターシリーズ本編に登場していないのが、こちら。ドデカバ種族とメテノの、計4匹です。どちらも、ポケモンスナップではしっかりと登場していましたが、未だにソードシールドにもスカーレット・バイオレットにも未参戦、スイッチの画面内で育成して戦わせることはできません。同じくくりだとブラックホワイトのジェローだとかも、ポケスナにしか登場できてない感じですよね。同じサンムーン世代でも、バンバドロやドヒドイで、ラランテスなど、本編に出続けているポケモンもおり、戦術のトリミアンのように、特に実装へのハードルが高いわけでもないように見えるため、近いうちに、それこそスカーレット・バイオレットのダウンロードコンテンツにでも、登場させてもらえそうなものですが。ドデカバシは専用技のくちばしキャノンの仕様が独特ではあるけど、それが直接の原因になるんでしょうかね。そして最後に、メガ進化ポケモン。メガ進化ポケモンに関しては、リメイク作品を除くポケットモンスターシリーズ本編には全員が登場していませんが、その中でも、スイッチに全く登場していないポケモンがこちら。メガミミロップ、メガユキノオ、メガタブンネ、メガディアンシーの4匹です。初代のメガ進化ポケモンはみんな、レッツゴーピカチュウ EV でメガ進化できたはずですが、初代以外にもメガ進化ポケモンもっといませんでした？金銀世代以降にも、電流やヘルガーなど、メガ進化ポケモンは多数存在しますが、ルビーサファイア世代までに登場したポケモンの進化系であれば、ポケダンデラックスでもメガ進化の姿が実装されており、メガエルレイドや、例外的にメガルカリオも、ポケダンデラックスならば活躍させることが可能となっています。また、メガガブリアスもポッケンで操作することができるポケモンであるため、そのいずれにも当てはまらない、上記4匹のみが、現状、スイッチで活躍させることのできないメガ進化ポケモンとなっています。メガミミロップとか対戦でも強かったし、メガタブンネはポケカでも活躍してたし、またどこかで活躍してる姿が見られるといいんですけどね。というわけで、以上が未だにスイッチに参戦できず、3DS が最終経歴となっているポケモンたちでした。リザードンやゲンガーなど、ほぼ全作品に登場している人気ポケモンと比べるとかなり差を感じますが、その分、久しぶりに登場した時には大活躍してくれることに期待したいですね。といったところで今回の動画はここまでとなります。それではまた次の動画で。